ハサミ男は、琴とのうまによる小説。著者のデビュー作であり、1999年に第13回メフィスト賞を受賞。同年の宝島社、このミステリーがすごい。の第9位にランクインした。2005年に、豊川悦氏、麻生久美子主演で映画化された。舞台は2003年の東京。女子高生二人が、 同様の手口で殺害される事件が発生していた。2件とも被害者の喉にハサミが深く刺されていたことから、マスコミは犯人をハサミ男と命名。ハサミ男は連続量鬼殺人犯として世間の字目を集めていた。一方、ハサミ男は3人目の犠牲者を選び出し、入念な調査を行っていた。しかしその調査の中で、 自分の手口をそっくり真似て殺害された犠牲者の死体を見つけることとなる。先を越されてしまったハサミ男は誰が殺害したのか、なぜ殺害したのかを知るため調査を開始する。半年の間に二人の女子高生が同様の手口で殺害される事件が発生した。二件とも被害者の喉にハサミが深く差し込まれていたことからマスコミは犯人を ハサミ男と呼ぶようになった。そして、ハサミ男が殺した遺体が安永と地下の目の前にある。二人はその犯人を追い詰める立場となってしまった。一方、東京都内の目黒西署は、世間を騒がせる、ハサミ男事件の捜査に追われていた。そんな中、署に、警視庁、仮想権のキャリア、堀之内が派遣された。勝手な行動を取りがちだが正義感がある刑事、磯部は、 堀之内の助手に抜擢され、独自の調査を開始する。ありがとうございます。